トコさん20秒前って。いや入場料払え。入場料払え入場料。いつから200円になった。安すぎだわ。今ここうがなびらの時間です。こんにちは。今日のテーマは量子力学。あマジで。マジでマジで。ということで光は何かっていう話ですよね。こっち座ってこっち座って。上原さん光は何ですか。俺です。光は俺。そう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 。そうそうそう。光は何、光って何ですかね、服部くん。光は面白くないこと言っていいですか。いいよいいよいいよ。波。正解みたいな。で電磁で電磁力学の話ね。はい。電磁力の話。電磁なんとかだね。はい、光は波。なんていうかそういうふうに言われてと思われていましたっていうのがあるじゃない、事実じゃない、な波と思われていました。波間違ってないんだけど、光は波だと思われていましたみたいな。まだ他にない。光は何か、光の三原色、赤青緑。あ、光の三原色っていうのがあって、まあ、人間にとっての三原三原色なんだけどさ、今日は初江さんの娘さんは喋らないですか。はい、喋らんの。今日は聞くだけ。あ、ランチェスター戦略ですね。ランチェスター戦略っていうのがあって、ランチェスター戦略って上原さんは聞いたことあるんじゃない。ランチェスター戦略ってビジネスしてる人は結構常識に近いわけさ、よく出てくるわけよ。で、まあ弱者の法則とか強者の戦い方とかいろいろあるんだけど、まあ、そのランチェスター戦略の中でちょっとこれはすごいなと思ったのは、ダイビングとかにも言えるんだけど、ダイビングとかでも言えるけど、上原さんなんかも仕事もしない、そういうふうに自分が例えばお客さんの施術をしてるときにアシスタントに後ろで見とけみたいなこと言わない？ああ、見ないですね。見ささない。ない。させない。あ、もし教えるとしたらどうするってことで。基本的に教えることがないんで。ええ。あ、例えばじゃあもっとまあ上原さんは仕事に対してはちょっと視野が狭い頑固者だから一般的な質問をすると仕事に質問すると思い、なんていうの、願ってない答えが返ってくるから一般論で言うと、例えばじゃあ車の運転を、うん、友達に教えるとか、うん、車の運転を友達に教えようと思ったら早速運転席に座らせるのかって話ですよね。助手席に座らせるでしょ、うんうん、まず助手席に座らせて自分が運転してるのをとりあえず見とけと、うん、ということはそれは何かというと車の中に一緒に乗るってことが大事さ、はい、ね、車の中に一緒に乗るってことが大事で、要は車の外に出して運転を教えるんじゃなくて、まずは緊張しないところで、なんていうの、この空気感を楽しませるっていうのがランチェスター戦略だよ。なぜかというと戦争の時にすごいパイロットってすごいさ、何百時間って操縦訓練するんでしょ、うんうんうん、何百時間何千時間って操縦訓練をして飛び立って、だけどいきなり戦争してるっていうか戦闘してるところにいきなりしんちゃんとか叩き込まれたらどうなるの。速攻死にますね。なんでなのそれ。腕が悪いからなの。腕が悪いし、やったことがないから。腕が悪いっていうか、腕はいい悪いは分からないけど、もう一応訓練は終わってるから、うん、飛行訓練は終わってるでしょ、シミュレーターとか、はい、いろいろやって。ね。練習は、練習試合してるさ。はい、練習試合はしてるけど、なんか分からない。初江さんもハンドボールやってたし、バスケットもやってたけど、バスケットの監督とか、例えばコーチでもいいし、例えば、2年生の、すごい将来的にレギュラーにさせようと思う人とかちょこっと試合に出したりしない、わざと、うんうん、あそれもあん
経験だよね。経験として安全圏で、うん、例えば最悪なことで言うと、うん、来年のためにって監督がやるのが負け試合に出したりするよね。あれ最悪、あれ最悪なパターンだよね。最悪、もう3年生が頑張ってるのに、うん、いきなり来年のエースとか出させられると、うん、あ、もう今回の試合負けって、負け試合にするんだみたいな。それもなんかわざと大事な試合とかでやるから、アホじゃないのとかと思うときあ、それはまあ監督のね、あの采配がどうかわからないけど、とりあえず2年生とか出したらいいとかね。あと、うん、そういう感じ、うん、要はあの飛行機で飛び立つ、あの戦争に 初出陣で、はい、ほとんど撃ち落とされてしまうという、うん、なんでなの、なんで撃ち落とされてしまうの。この実際の戦争で戦った経験がないから。経験がないとどうなるの。実本番でどう動けばいいかわからない。本番でどうやって脱がすかわからない。ん、ごめん、中学生いるか、中学生頼む頼む。本番でどう動けばいいかわからない。はい、うん、なんで、そのなんで動く方法は知ってるさね、皆さんね、はい、知ってるさ動く方法は、なんで練習してるんだもん、うん、ホットドッグとかでいっぱい読んだでしょ、チェックメイトとか勉強したでしょ。読んでないし、もう廃刊になった。廃刊だ自分たちの時そうなの、うん、うん、いろいろシミュレーションもやるでしょ。鏡にキスしたりとかするタイプだよねしないしない、ナルシストだから違う、鏡にはしない、うん、枕にはする。なんか今誰かが今、ああどうぞどうぞ、小屋っちさんですね、うん、椅子があるから、椅子持ってこようか。あ、お久しぶりです。久しぶりです。あの電撃パンクゾンビーズの小屋っちさん知らない？知らないなんか髪切りましたね、爽やかな青年になってる、うん、爽やかな青年で、あのマーケティングの先生だよ。へえ。あ、そうなんですね。普天間勤さんとコラボセミナーよくやってた、はいはい、今やってないんですかセミナー。いや、そろそろやろうかなと思って。あ、前去年はよくコラボやってたし、上原さん初めて見る、もしかして、うん、あ、何回か会ってる。そう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 、上原さんこっちね、しんちゃんとの横に。あ、大丈夫ですか、すいません、大丈夫、急に、はい、で最近は自分の先輩の牛木さんと何かやってるでしょ、はいはい、そうですね、うん、学び場の一応理事やってる、理事、理事、うん、あの一般社団法人だった、そうです、のそう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 、ですよね、はい、学び場で理事をやられて、で、すごいあの沖縄狭くてやばいんだけど、はい、その牛木さんとアーキーさんの友達なわけよ。マジで？うん、うん、アーキーさんっているわけさ、あの上原さんとめっちゃ仲良くなるタイプだよね。うん、うん、うん、アーキーさんは上原さんとビンゴだよ。性格悪いんですか？性格は悪いっていうか、ま、逆だね。だからめっちゃ受け入れる、もうあの天使だっけよ、うん、天使だけど、いつもさ鼻に指突っ込んで天気がいいぜみたいな、そういうフェイスブック毎日なんか舌を出したりね、うん、あのイカれてるおじさん、イカれてるおじさんなわけよ、イカれてる素敵ですね、素敵、あのそれに整体の人、あの戸口ビーチに行ったらいるから上原さん、あ、マジで、マジマジマジ、すぐ行ったら3秒で友達になるよ、うん、先週の日曜日行ったのに、あ、月曜日、今週だ、そこの戸口ビーチでサップやってるおじさんいなかった？あ、いました、いました、あのおっさん、あ、マジであのさん、あのサップやってたおじさんは、うん、と、うん、あのアーキーさんって言うんだけど、あの教室や、スクールやってる、うん、うん、多分スクールもやってると思う、うん、あのパラのあるところで、そう、そう、彼です。あ、彼、あの、彼、いくつぐらい上なの？アーキーさん、私より3つ上かな、だから50、じゃあ58か、おいおいまあ、アーキーさん、うん、ナイスガイ、ナイスガイだよ、ナイスガイ、沖縄ライフセービング協会の会長ね、うん、うん、沖縄の、なんていうの、あのライフセービングってわかる？はいはい、ハワイとかで行ったらわかりますよ、うん、助けに行くね、あのハワイとかではライフセービングの人たちで国家公務員なんだよね。あ、そうなんですね、へ、うん、あの沖縄は多分そういうライフセービングとか海の事故とかに対しては、あの要は公務員的な仕事でやった方がいいよね、本当はね、思います、思います、沖縄海だから。ハワイは公務員だよ、ライフセーバー、 そうですね、そしてあの医者とか弁護士みたいに憧れる職業、うん、ハワイはそんな感じしない？なんか消防士とかそういったポジションになるの？あ、ハワイだから、海だから。何さんでした？その、
あの アメックさんだけど、今名前が違うんだよね。富山明久さん。富山明久さん、うん、消防士とかもヒーローだよね、アメリカでね、うんうん、そういう感じで。さっきの話何だったんですか。ランチェスター戦略。ランチェスター戦略。まあ、とりあえずランチェスターさんがあの要はあの営業マンいるさ、まあ、うん、戦争からもともとマーケティングっていうのは戦略戦術戦闘ってあるから戦争のやり方から来てるから、うん、まあ、うんうん、本当だ本当だ、戦争に例えてるような感じさね、はい、だからあのランチェスターさんももともとはあのなんていうの、戦争確率論でやった人だから、遠距離攻撃とか近距離攻撃とか、はい、それをあの実際の営業現場に持ち込んできたわけよ、はい、だ実際だから営業する人に後ろにカバン持ちがいるさ、うん、あると一緒あると一緒、あ、うん、初戦闘の時の戦闘機を飛ばす時に先輩の飛行機の真後ろをついて飛んでこいっていうようなやり方をしたわけ、はい、それがあの今回の初江さんの娘さんですかって言いたかったところまでこんなに長く一発そうだから出ないっていうから、うん、後ろで見るっていうからそこからそうそうそう、だから同じ部屋の中にいるだけでもいいわけさ、うん、はい、また中1なのであのちょっと発言の方は皆さん、うん、小屋さん、はい、あのしんちゃんあの、うん、セミナー講師になりたいみたいな、あ、本当ですか、小屋さんの、はい、あの手元にしたら手元に俺のセミナーいいかな、どうだ、知事の方がいいじゃん、まあ、いいですよ、知事って弾かれてる嫌なの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 、人見知りだからそのなんていうのか、いやいや人と意識を共有するのが苦手なんですよ、なんだろう、まあ、伝えやすくするように伝えはするけど、うん、なんだろう、手元に置くってなると共有しないといけない、手元って手元に置くっていう手元と思ってるんだね、どう、うんうんうん、あの多分世代が違うんだ、手元って言ったら、うん、釘打つときにあの釘とかあのあそう、まあ、あのデッチ暴行みたいな感じデッチ手元って本当に、まあ、かっこよく言ったら秘書みたいなもん、かっこよく言ったら秘書だけど悪く言ったら猫ね、猫の手みたいな、あ、うん、そばに置いてとにかく仕事覚えろよみたいな感じかな、ダイビングショップはそうだった、あ、うん、無給でカバン持ちさせてくださいみたいな、あ、そうなんですね、なんか今度のセミナーお知らせするので見てこれでもいいなと思ったらもう全然あのだからよくセミナーとかに来たら黒板消すとか、あの椅子を並べるとか、うん、あの言われずにやるみたいな、うん、そういう手も今いないんだよね、上原さんとこいるギリギリ、何歳だって上原さん、 33? 今、うん、54、5、5だから俺が35の時どんなだったかな、35の時はちゃんとしてたな、うん、35はちゃんとしてたな、35ってあそこいた頃、アークにいた頃、うん、もう30からはもうダイビングや、自分20代で卒業してるんですよ、うん、実は卒業っていうかあの潜ってないんですけど、あの30はもう破産した時だよ、自分30歳は、うん、塾やって破産、2000万ぐらいの借金で倒れた、そうそう、2年ぐらい地獄だったね、うん、あの借金取りが毎日ダダダダダダみたいな、そういう時期が30の時に、はい、人生ボロボロで大鬱みたいな、トビさんも鬱の時期ってあったんですか、鬱って自覚がなかったんだけど多分全員鬱なんじゃないの、世の中の人ってね、あ、鬱病をテーマにしますか急にランチェスターが量子力学、うん、あの量子力学も全部やりたかったんですけど、うん、うつ病って、はい、今あのフランス式で言うと上原さんが来てるからあの引っ張って話すけど、うん、今頭に頭蓋骨に穴開けて、うん、電極通して海馬に電気信号をピッピッピッって送るとペースメーカーから、うん、うつが治るっていうのをやってますよ、うん、物理的に治すみたいな感じ、物理的に治してるんですけど、あの本来科学的には治せないですからね、うん、要はあの薬っていうのは対処療法だから、うんうん、要は例えばセロトニンっていうものが少ないとかね、うん、幸せを感じるホルモンって言われてるセロトニン、あ、そうそうそう、そこにここにいるじゃないですか、まあまあまあ、あのえあの、まあ、それを実体験した人があ、そうなんですか、薬10種類ぐらい飲んでたとか、まあまあまあ、あ、すごい、うん、すごい、すごいか、すごい、グミな、グレープ味のグミとか、あとアッパロチョコレートと、あとコアラのマーチとかああいうのいっぱい飲んでたんでしょだけど、うつ病の薬って
あのプラシーボ効果で半分がどうのこうのとか、まあ、難しい話を置いといて、うん、何飲んでも同じって知ってた。あ、そうなんですね。本人が効くと思って飲めば、はい、その薬は効いちゃうから。へ、思い込みの問題だからさ、はい、なんで半分効くんだもんね、うん、プラシーボ効果ね。あ、なんか上原さんが言おうとしてる。まあ、ということで、あのどうしたどうしたビヨンビヨンビヨンって、あ、閉めればいいんじゃないですか。そういう問題ではなかった。ということで、うつ病の起源っていうのがあって、はい、うつ病ってじゃあ皆さん、うつ病とか認知症とか、うん、まあ、うつ病ね、うん、うつ病の起源ってどこにあるか知ってます？どこですかね。上原さんは知ってる？うつ病の起源、起源 いつぐらいからうつ病になる可能性が出てきたかみたいな、うん、起源、大元を正せば、まあ、うつ病のは、まず、うつ病がうつ病としてでき始めたのはいつかって。そう知らないです。まず、うつ病になるためには扁桃体っていう脳が必要さ、うん、扁桃体が暴れるから、扁桃体っていう脳があるわけ、大脳辺縁系なんだけどさ、はい、うん、扁桃体っていうのが暴れるわけ。要は どういう暴れ方するか、アンプね、簡単に言ったら、うん、あのアンプなわけよ、うんうんうん、例えば蛇を見たらびっくりするじゃん、はい、蛇って、うんうん、要はあの、まあ、扁桃体に蛇ニューロンっていうのがあるんだけど、はい、まあ、蛇を見たら、なんで蛇を見たらびっくりするか分かる？あ、危険だから、危険だからさ、うん、だけど人間、まあ、特別な変人は置いといて、爬虫類系の目気持ち悪くない？うん、蛇に睨まれたらどんななるの？いや、ちょっと怖いしびっくりしますね。怖いとびっくりしてどうするの？うん、逃げる。逃げる、はい、これ逃走逃避反応ってやつさ、うん、逃走逃避反応っていう、要はあの爬虫類脳が使われるっていうところになるんだけど、まあ、はい、逃げる。あと他に選択肢は、上原さんは死なす。お、死なす。死なす。死なすさ、うん、ね、逃げる、戦う、逃走逃避本能でしょ、うん、あと一個あるわけよ。許す。許す。蛇を許す。許す。なんか、なんかいい人、いい人そう。蛇を許すみたいな。蛇であることを。いい人そう。許可するみたいな。ゴヤさんいいよね。名前がゴヤだから。なんで？ゴヤさんって58だから。はい、あの、ね、ゴーヤーのゴヤですとか、なんか。あ、国道58号線のゴヤです。58号線のゴヤですとか、うん、ネタ的にはいいよね。覚えやすいかも。うん。うん、だけどゾンビっていう頭。そう。なんで？個人事業の事業所名がザ・電撃パンクゾンビーズっていうので。あ、マジで？やってるんです。そうそう。それで税務署にも届けて、税務署からもそれで通知来ますよ。銀行で呼ばれるときどうするの？銀行は電撃電撃パンキーズパンキーズじゃないごめん。パンキーズってパン来てる人みたいな。パンクーズだった？パンキーズじゃなくてマングース？ゾンビーズです。ゾンビーズ。電撃パンクゾンビーズの方って言われるの分かる？え、だから銀行で呼ばれるじゃん、会社名で。ああ、うん、いや、銀行は利用してない。今会社名で言う？今、うん、あ、今3番ですとか4番ですか、うん、あ、多分あの、あ、税務署とかで呼ばれるのかな。なんかとりあえず呼ばれないか今、うん、まあだけど大丈夫か。昔は呼ばれよってよね、何々工業とかね、うん、そっか、今俺自分銀行行かないからあれなんだけど、うん、そっか、うん、ただなんかの時に誰も死なないアウェイのとこで、うん、ちょっと恥ずかしいね。言うときは恥ずかしいよね。誰も領収書もらうときちょっと恥ずかしいときある。ああ、うん、絶対聞き返されるでしょ。え？みたいな感じで。そうでもそのときは書きます。紙化してください。ああ、書き、ああ、なるほど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 。じゃあ戦うか逃げるかとあと一個。え、いつきさんが言ったのはなんだ？許す。違うから。許す。なんだろう戦う。なんだろう。埋める。うつがテーマだよ、うん、いきなりテーマがうつになってるけど、あ戦う、諦める、逃げる、ああ、諦めるっていうことはうつでしょ。確かに、ほら戦いもしない逃げもしない、うん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 、諦めるでしょ、うんうん、うつじゃん、うんうんうん、これすくみ行動、うん、要は実は戦うより逃げるよりも、はい、動かないっていうか生存率が高いっていう哺乳類は。へー、なぜかというと、はい、ヘビ系の爬虫類は動く動物にしか、うん、要はジュラシックパールとかも動かないじゃん、はいはいはい、
あ、爬虫類は動いてるものしか攻撃できないから。へー、だから静かにしてるんですよ、こうやって息を潜めて。あ、これがうつの正体。あ、生存率を上げるためなんですね。生存率を上げるための一つの戦略さ。へー、でも死ぬのは何です、それが。それが有効に使えるのは、うん、実際目の前の敵が消えれば、はいはい、もう動いていいさ。はいはい、ああ、なんつ、はいはい、仕組み行動自体を悪いと思ってるから、はいはいはい、引きこもってる間は引きこもって落ち着けばいいんでしょ、うん、敵がいなくなるまで引きこもっていけばいいし、うん、会わなければいいけど、それ自体を思考にできるから、人間はパターン認識として前頭葉に持っていけるから、うん、要は仕組み行動っていうのは古いのでやるべきことでしょ、うん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 、なんでかって息を潜めてたら敵がいなくなれば終わりさ、うん、はい、うん、だけどそれを敵がそっちゅう来るんだって何回も同じことを繰り返されると、うん、扁桃体と海馬、扁桃体と海馬が連携してさ、はい、そうするとパターン認識になって前頭葉の上に上がっちゃうわけよ、うん、人間の意識の、もともとは反射的に行われてるものさ、はいはいはい、うん、敵が来るから逃げるか戦うかすくむかっていうの、うん、あ、それを何度も何度も扁桃体っていうのは逃げろとか戦えとか覚醒器のようなもんだわけよ、うん、覚醒器のようなもん、扁桃体が、うん、それがガン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 叫ぶから、うん、脳の中でもうガンガン叫ばれてるから苦しくなってくるさ、うん、そういう仕組みでうつ病になる。もともとは必要なものだから、簡単に言うと、うん、もししんちゃんがユニバーサルソルジャーになったらどうするの。ユニバーサルソルジャーわからない、ドルフ・ラングレン。何ですかユニバーサルソルジャーって。あ、世代が違うからな。要は死んだ人間をユニバーサルソルジャーって言ってから改造人間にして痛みを感じない人間を作って戦わすって映画が1,2,3 って あったね昔ね。そういえば、あ、今も出した、今も出した。シルベスター・スタローンの友達のドルフ・ラングレン、へー、ロッキー4のソ連人役、まあいいか。まあとりあえずそういうのがあって、うん、痛みを感じなかったら、はい、後ろから刺されても笑ってるんだよ、うわ、ブスって。お、痛みってだから悪いものじゃなくない、うん、まあそう言われたら、はい、痛みがない、うん、幸せって悲しみの不在じゃないさ、同じでしょ、うんうんうん、要は痛みがない、じゃあ体中痛み全部なくすから、うん、なくすからサーフィンしてこいとか、うん、世の中出てこいって言ったら情報だよ、痛みってただの、うん、へー、へーってそうじゃんね、うんうんうん、へーって痛みってね、そうなんです。なんで痛みがないと、だから、はい、例えば上原さんもあるんだけど、うん、痛いっていうことはそれは痛みそのものがなんとかって話じゃないよね、うんうん、痛みに対処して薬塗ったら対処でしょ、はい、で痛みはじゃあ信号じゃん、うん、情報だから、ここが痛いっていうことはじゃあどこかが悪いっていうふうになるんだよね、うん、なんで車のパンクした時にパンクだけ直せばそれは対処でしょ、はい、パンク修理、うん、けどそもそも灯輪っていう車のタイヤの軸が歪んでたりしてたらまたパンクしちゃうよね、はい、要は正しい向きになってないんだから、うん、ね、だからそういうことでしょ。パンクする原因は、うん、あ、要は軸がずれてるのかなとか、うん、はい、タイヤのね、なんかベアリングが滑りが悪くなってるのかなとか、うん、ホイールが要は曲がってるのかなとか、はい、パンクは現象さ、うん、痛みだから、うん、だから信号として痛みがあるわけだから、はい、その痛みの信号を受け取らないって大変じゃない、うん、そうですね、はい、だから心が苦しいとか、うん、辛いとか、はい、ただの信号じゃん。あ、なんか辛いなと思ったら生命を維持するについて何か、はい、信号が送られてるでしょ、うん、苦しいよって、うん、そしたらこの苦しさから脱がないといけないけど、はい、人生ってもうそもそも生まれた時から苦しんでるから四苦八苦だからね、はい、生まれて苦しいみたいなね、あ、病気で苦しい、うん、死んで苦しいみたいなね、うん、まあ、そういうふうに情報だから痛みがなくなったらおかしくない。そうですね、だ痛みをなくすためのセミナーって世の中に多いけど、うん、ちょっとそれは違うだろうと実は思ってるよね。うん、それに人間って痛みがないと、はい、解もないんだから、あ、陰と陽になってるんだから、うん、ただそれをどう捉えるかの解釈ができる人間のもっと高次の脳が発達しているので、うん、そこでその痛みはどうしてだろう、あ、
こんなにもあなたのことを好きだったんだとか、うん、そういうことでしょ、うんうん、愛は離別の苦しみだからね、うん、愛っていうのはいい、ね、なんで本当に別れがあるときに苦しむためにあるエネルギーが愛だよあ、そうなんですか、うんうんうん、そうだよね、別れが辛くないっていうのはじゃああそこに愛はなかったんだよね、うん、そう辛いっていうことは愛だもんね、はい、うん、痛みは愛だもんね。だから、うん、そうやって考えてくると、まあ、生きるための痛みなわけだから、うん、苦しみはそうですね、生きたいがための苦しみですもんね。生きたいと思ってるから苦しいわけで、うん、よく自殺する人がいるさ、うんうん、まあ、自殺するっていうとちょっとテーマが危ないんだけど、うん、自分で自分を自殺する人の傾向として、はい、その前後数時間行動が見えないってね、見えない、あのな、自殺、いきなり今日元気だったのに突然自殺したりするんだってね、うん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 、自殺しそうとかわからないってよ、うん、そうなんですね、よく子供が自殺したりするさ、この前もね、かわいそうにいじめで、うんうんうん、自殺した、まあ、1年ぐらい前になるんだけど、うんうん、あの子もその日のどこ歩いてどうなったとか全部わからないで自殺してんだよね、うん、だけどあれは俺は呪詛だと思ってるけど、呪詛、呪い、うん、誰の、世間の呪いっていうか多分クラスの呪いだね。なんでかっていうとテレビのニュースで見た時に、うん、死ね死ね死ねっていうのをノートにいっぱい書いてるわけさ、うん、この自殺したお子さんがね、うん、子供が、うん、その死ねって感じが、うん、生死の死じゃなくてうじねうじねうじねって書いてあるんだよね。なんかネットの、ね、ネット用語なんだよね、全部、そういうのでみんな死ね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 って書いてある、そういうのが全部行くとか死ぬとかネット用語があるの分かる？いや分からなかったです。分かるよね上原さんね。初江さん知らない？知ってる、聞いたことない。あの死ねって書くと問題があるから当て字にするわけよ、わざと。違う、うじねって書いたり、行くっていうのも違う、行く、行ってしまえとかね、なんかそういうのが、そういうふうに、そういうふうに書いてるってことは、小学生がそんな感じで死ね死ねとか書く、いや、すごい2チャンネルみたいな掲示板を見てたわけでしょ。じゃあそもそも、じゃあ掲示板の機能って何か分かる？そういう、これまあまあ勉強っていうか、要は実践ビジネスみたいなことになるんだけど、はい、掲示板とかブログってそもそも何か分かる？情報発信と共有。情報発信だけど、はい、いきなり個人が公共のとこにできるでしょ、はい、トイレの落書きじゃん、あ、トイレの落書きが昔あったんでしょ、駅前とかいろんなところに、うん、ありましたね、ね、いろんな落書きがあったさ。そう、見ないね今ね、考えたらね。それが今フェイスブックになってるから、使い方は良い使い方で良い発信する人もいるけど、うんうん、例えば自分が幸せだったら、うん、例えばしんちゃんはすあいあい傘書いて、ね、うん、いつきとか書くでしょ。見ました、バレた、目が見れない、目が見れない。気持ち悪い。そういう風にやるでしょ。だけど自分のカップルとかでなんか楽しかったら自分であいあい傘とかあって喜んでるでしょ、うんうんうん、だけど嫌な人がいたらうんこ漏らさ発言とか書くでしょ。書くね。でうんこ漏らさって言葉が古すぎるんだけど、うんこ漏らさ必ずいるよね。自分も漏らしたことあるんだけど、漏らしてないって一日言い張ってうんこついたまま授業受けてた。意地で俺じゃないって。すごい、うん、意地で、うんうん、それも午前中から漏らしてたのに。絶対隣分かってるよね、絶対臭いよね。うん、うん、漏らしてないって言って、うん、トイレに行かれるかバレるから絶対トイレにも行かないし。なんかその意地を使うところ間違ってるよね、完璧に。完璧に間違ってるよね。だけどそれが今の僕を作ってるから。そう、周りは関係ないから。あ、そう、うん、あ、うん、
まあ簡単に言ったら今流行りのアロマね。違う。どんな効果があるストレスを与える効果しかない。デトックスですよね。デトックス。だけどもあれじゃない、隣にいた人はそのうんこの匂いするとのぼろを思い出すようなものになってる。ああ、そうそうそう。それはあのNLP 的に言うとあのフックとかアンカーとかいうやつね。パブロフの犬ね。そう。うんこ聞くとき登るがいいんじゃない。じゃあ毎日うんこするから登る登るって思い出されるそれもどうかな、うん、だけど記憶っていうのは何かにひっつけてしか記憶できないっていうのの仕組みがあるから、うん、マーケティング的にはいいね、うん、うんこの匂いに自分のイメージつけてたら人間うんこ書くたびにそればっかり思い出す。じゃあうんこ匂いのカレー。いや絶対いない。じゃあうんこ匂いなんだけどめっちゃうまいわけよ食べたら。そういうのあるよね。ブルーチーズとかでしょ。うんうんうん。あるよね。あとなんだったアボカドじゃなくてドリアンだった。あ、ドリアン食べたことある？ない。あれ腐っ、ないない、腐った匂いがするってよ、ドリアン。へー。そうちの旦那が言ってたんだけど、旅行行った時に食べて、うん、本当に臭いんだって。だけど、うん、あと癖になるって言ってた。あー、臭さが。で、カルさんが言ってた。ハツエさんめっちゃ臭いけど一緒にいると癖になるって言ってた。ドリアンみたいな女だって言ってた。お願い、今日娘いるからあ、娘さん空手どんな感じなんですか今は。少年団員の初段取って、で去年は九州オール九州3位になって全国行きました。すげえ、ありがとうございます。けどご飯食べないからさ、もうヒョロヒョロでさ、うん、だけど空手、自分はやっとけばよかったスポーツは実は空手だっけよね。なんでなんでなんで世界に行けるから、うん、あ、そうなんです。あ、沖縄初で。沖縄初だよ。だから、うん、なんで言わないのって思って、はい、途中から知ってた沖縄初って。いや、知りませんでした。知らないよ。へ、なんでだから、そういう空手はなんかいかにも極真とかがあるから、日本のものって、日本のものってイメージがあるから。うん、その中でもうちの娘が入ってる流派の流英流って言って、うん、沖縄であの富城あずさ先生、その前に佐久本都合先生、うん、浦添の佐久本、はい、佐久本先生は知ってました皆さん。ギネスブックに載ってる方なんですよ。世界チャンピオン、世界チャンピオンを7連覇してて、載ってる人なんですよ。すげえ。だからそれがなんでみんなまだねこんな出ないのかな。でも去年3年前からか、世界プレミアムリーグっていうのは沖縄で初めて開かれました。うん、今年もやります。自分はたまたまあのバレー部の監督がジンっていう体育の先生、うん、玉城ジンね、玉城ジン、まあ、同じ高校だから初江さん先輩なんで、玉城ジンが浦添高校の佐久本先生の親友でしょ。あ、そうなの。だから自分の空手の授業の時佐久本呼んでたもん。高校で佐久本から習ったから、うん、素敵。習ったっても1回だけね、うん、まあ、招待されて、うん、世界の佐久本の空手の演武見るかって言われて、うん、学年あの僕なんかクラス、まあ、1年5組と1年6組2クラス体育の授業で佐久本がやったわけ、うん、もうさ目の前で見たら息ができないよ。息できない。本当にすごいですよ。もう映像と実物は違う、うん、臨場感が、うん、もうさ演舞だから演舞だろうと思ってるけど、演舞してる人に近づいたら殺されると思うぐらいの迫力だよ。へ、そう、敵がいることを想定しての、うん、もうやばいよ。世界チャンピオンだからね、うん、もうあのよくジャッキーチェーンとかプチップチッってやるさあれ出る音が本当に、うん、本当に音が出る。スパンスパンパパンパパンって、あのそう出るように服も作られてるっては聞いたよ、うん、あの道着の種類によっても音が違う、うん、音出す用道着とかあるわけ。すごいよね。もうこれある意味ビジネスだよね。ビジネスだから、もうあのシュレードさん、うん、シュレードはもうシュレード多分上場企業だよ。シュレードはもう知ってる。シュレードオンリーワン企業に近いので、世界中の空手着は沖縄で作ってんだよ。でしょ。シュレードって自分が高校生ぐらいの時はもう弱小企業よ、うんうん、沖縄の、はい、で今世界中の空手家が発祥地琉球のシュレードの空手のか、だから本場だから。そうか、そうなんですよ。だ面白いですよ。みんなカタカナで、外人さんとかのカタカナで、うん、なんとかデュランとかやってて、全部カタカナで入ってる。もう刺繍してる人たち、全部コンピューターでやってるんだよね、今、ガーって。ー全部沖縄で刺繍してるんだよ、ガーって。
メイドイン沖縄じゃないとダメだ今日。そう、まあでうちの娘のカルテキ頼んでも、うん、最低でも2ヶ月かかる。2ヶ月全国から来てるんですね。もう全国世界カルテキっていうのはなかったらしい、うん、聞いた話。柔道着とはまた別、うん、あ、じゃあちょっと空手の話は CM の後で本当ですよね、うん、うつの話もマーケティング話あ、うつの話も戻ってきますけど、津軽蟹化効果っていうのを使ってるので、すごい、うん、津軽蟹化効果だったかな。あの話を一旦出した後にセミナーとかでも僕やりますけど、答えを言わないで据え置きにしてみ、次の疑問点出したら答えを出してって、こうやって交差させながら話を進める。気になるんですよね、結局脳がきあのえ答え聞いてないんですけどっていうのが集中力止めないというやり方になる。この人どこで答え言うんだろうと思ったらずっと聞いてますよね。だけどその答えを言うって残してるんだけど、たまたま自分が盛り上がって言わずに終わるって言ったそれも多々ありますよ、集中力しっぱなし、うんでも本当作文ですだけど、しんちゃんと二人なんか似てる、似てるね、似てる、似てます。おいくつですか。初江さんの娘の名前何。愛、愛ちゃん。あ、前も言ってた、そういえばひらがなで愛、うん、前も愛愛って言って、おさるさんだよとか言ってたよね。サルドシュバレル愛愛って言ってた、そういえば、うん、そうそう、もう今多分登るより足長いはず。なんかそうだよね今の子供みんな長いよね。生活スタイルがもう、でも2人は今の子供に入ってるよ、もう、うん、まあ、32ですけどね。いや自分たちも50の方に近いから50側だから、うん、旧人類さん、なんで頭大きいじゃん、顔とか寸胴だし。そう、沖縄にこんな人いなかったってば昔。そう、どっちもう平成っていうか、う平成型だよ。あっちよりあっちより、あっちより、ハイブリッド型、ハイブリッド型、ハイブリッド型、うん、なんでかってズボンの裾切らない場合あるでしょ。あ、はい、うん、俺なんか3回ぐらい俺もダブルロールとかしてたトリプルロールとか切ったのでバッグ作れるようになって感じ、うん、切ったのそう、足短いへえ、うん、そうそうなんですね。切らないでしょ、全然体型が違うよ、切らないし、足りないし、うん、切らないよね、足りない、うん、うん、なんで変わっていったんですか。多分見たからじゃない、欧米人はイメージで、イメージが作ったんじゃない。もう一番はあれよ、あの和式トイレから洋式トイレになっても、うん、もうこれ、あ、これは大きいかもね、うん、もうこの筋肉の使い方が全く違うので、うん、毎日のことだからあるかもね、うん、あとは食べ物がご飯からパンになったっていうのもあるって言ってたよ、うん、腸が短くて済むって、うんうんうん、あのご飯系とか日本和食は消化するのに時間かかるんだよね、はい、だから腸が長くなって胴が長くなるっていう説があったよ、はいはい、そうなんですね。うん、畳もほとんど今のうちあるかないかです。あ、膝まずきのあれがないからね、正座のね、自分なんか膝まずき1時間とかよくさせられてたもん膝まずきってだから、うちのあんちょしか言わんてば。あ、そうなんですか。そう、正座標準語じゃないんですか、膝まずき。膝まずくっていうのは言葉にあるけど、正しくは正座。ああ、膝まずきするよねって言うと、膝まずきはそうだね、それ沖縄だけだよって。へえ、うん、沖縄だけ、うん、そうそうそう、おかえり、おかえり、おかえり。で、空手がだからやりたかったっていうのは、うん、要は僕は ブランディングの話になるんですよ、うん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 、要は歴史は、うん、歴史を持ってるものが一番商売上いいさ、ほんと、うん、思う。歴史にはかなわないでしょ、うんうん、だから実は JMM ではいつかやりたいのが、うん、金タコ買収聞いてる、社長聞いてる金タコ買った大丈夫かな、金タコ、うん、金タコって名前に奥原はない、うん、奥原ってもいいでしょ、うん、まあ、ね、あるのであれば、うん、そういえば、うん、去年だった、今年だ、マンゴーやってさ、うん、あ、パイナップルやってさ、うん、パイナップル金タコ、うん、やったでしょ、うん、あれさ、どっかがやってる今、ね、やってる、真似された、テレビで出てた、あ、真似されたと思って見てたんだけど、パイナップルを、金タコに入れようっていうのは、うん、ハワイに昔行った時に、うん、あのハワイ の, あの食べ物にパインが入ってたから、いっぱいハンバーグとかに、ロコモコとかの系統かな、うん、パインがご飯とあの肉に合うわけさ、だから金タコにも合うはずでしょ、はい、たまたまねメンバーにアバラガマじゃなくて、なんだ、アパパアララガマ、アララガマ農園 の, あの社長息子がいるから、うんうん、彼が2代目なんだよね、
カイトさんっているからさ、うん、知って会ったことあるでしょ。あ、はい、あれピーチパイの2代目とは知らなかったですね。ピーチパイ送ってきて初代ではないでしょあの若さで初代だったらやらない。いやバカか3代目だったと3代目だったと思った。あのピーチパイン送ってきてた。そうそうそう、ピーチパイン、あれを、したよね、あれをだからタコライスだけど、なんで、うん、あの金タコで却下になったのは、うん、オペレーション上、うん、あのそんな暇がないってあパイも入れる暇がないって、うん、あの今の時点で人手が足りなすぎて、うん、現時点で人手不足で、うん、あの供給が追いつかない中でメニューを増やせないと。だからもうそのぐらいやばいわけ金太子は。だから、まあ確かに、うん、だってそう土曜日とかほらね休みの日とかなんかどっか遊んでもう帰れても買って帰ろうみたいになるじゃん、うん、いつもいっぱいしてる、うん、いつもいっぱいしてる、いつもやばいよ金太子発祥の地だし、うんうんうん、あれキングタコスだけど金のタコスだからね、うん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 、もともとは ね、 ね金タコだからすごいよね、うん、あれ前も何回も言ってるけどヤフーに出たからね。へえ、その金タコの創始者が亡くなった時に、うんうん、ヤフーニュースでトップだったからね。あ、へえ、金タコのね、うんうんうん、何々さんお亡くなりましたみたいな、うん、出るヤフーニュースで飲食店の神でしょ、うん、多分料理あの飲食関係の人で金タコって要はある意味もうニュートンとかのね同じレベルだよね、うん、リンゴが落ちました、引力って発見したみたいなもんでしょ、うん、それをねタコスをご飯に乗せるって誰が考えたのこれ、うん、そういうところをなんかね、沖縄の人のすごいとこでしょ、うん、沖縄ってとんでもない天才がいるよね、うん、あと高安さん塩とかね、うんうんうん、あの抜ち回すとかもとんでもないよね。台風の日かなんかにガラスに塩がついてるの見て思いついたんでしょ、うん、へえ、そうそうそう、工場もだからそんな感じで見せてくれるし、うん、もう本当に雪みたいに降ってる工場を見せてくれる、うん、普通ガラス張りで普通風で飛ばして塩作るって思う？いや思わないですね。天日干しにしようとね、うん、それをパーって風で飛ばしてね、うん、あの吹き飛ばしてね、水分飛ばしてザクザクって積もるみたいな、はい、ミネラルとかあるんだよ、壊れないんだよ、うん、世界一のミネラル量を持ってるのはこのヌチマースですよね。世界一、いつきさんね、いつきさんですよね。塩はあんまり知らないでも本当にすごい、塩がないな、もう塩がないな、塩がない、次行きましょうね、本当にすごい、はい、で何の話だったんだ、空手みたいなそういう風な、うん、だから歴史があるものの、うん、要オリジナル性が強いものを商売に持っていきたいわけよ、うん、もうこればっかり考えてる商売は。なんでかったらその後のマーケティングは楽じゃん、伝説を作れば、伝説を売ってる、うん、だから自分はもう伝説を作ること以外はもう考えてない、うんうん、仕事では、うん、もう最近もちょっと捏造したんだけど伝説を上原さんが言ってるけど自分車屋さんやってるんだけど、うん、やってるんですよ、はい、中古車屋さんやってるのは Facebook 見てて分かると思うんですけど、うん、なんかいっぱいありますよね、うん、あるんですけど僕古物商とか持ってないんですよあ、そうなんですか。何も資格も何もないし、それはいらないの？いらないんじゃない、個人売買する分には。うーん、 C2C ですからね、言えばね、うん、C2C だから。あー、で持ってないといけないっていうのは誰が決めたかったらうまいからね。うん、それに中古車やってるっていうことは、じゃあ車の整備工場とか持ってるとか何も持ってないからね、うん、してちなみに仕入れするルートも持ってないよ。え、うん、すごいよね。あ、でも車検通ったんでしょ。車検は陸運で通したよ、うん、素晴らしい、とんでもないところ素晴らしい、そういう人脈が周りにいっぱいいるから自分の通した車検は沖縄ジムカーナーで流暢ばっかりするレーシングカーを作る人のところで車検通した。だから死ぬほどまっすぐ走る車になってるはずなんだけど、でその車を第1号車を作ったんだけど、それを買ったのが上原さんね。うん、あ、もう必死で働かんといけないっちゅうやつね。そうそうそう昨日今日乗ってきた、うん、嫁に取られたって。買った納車された瞬間に所有権は嫁に回ってしまう。マジかよ。だけどこれすごくない？うん、あの売りますよって言った瞬間にFacebook に出したら
その日で上原さんが勝って、うん、勝った次の日に2人買いたいですって後から来た2人。なんか洗脳されてるの、なんか飲んだ狙ってた、狙ってた、狙ってた、うん、もうびっくり、自分でもちょっとあまりにもびっくりした。あの、うん、売る前に売れた、すげーフライングゲットじゃん。だけどフライ、まあ、だけど一応200万ぐらいのお金が動くんだよ。うん、200万の商品がポンとね。それもともと自分の持ち物だったんですか。それはたまたま、うん、たまたま、ヤフーオークションで仕入れたいから、うん、ヤフオクでランクル、ラプラドって仕入れて見たら、うん、毎日見てるわけじゃないよ、うんね、時間もないから、うん、たまたま見たら、うん、こんなランクル欲しいなと思ってたのが、うん、その日沖縄で売りに出てた個人売買で、沖縄で、沖縄で、で個人売買で出てたから、うん、その場で沖縄ですって入れて、うん、見に行きたいんですけどって言ったら、たまたま浦添に泊まってるから、うん、その夜見に行って、その場で買うって言って、でそれを会って仕入れたわけ。でそれが仕入れ先が実はフレックスオートっていう、このランクルの日本最大の、あ、それ言った、フレックスオートが作ったんだよね。あのフレックスオートって、あのランクルやったら必ず 何百台とか何千台ぐらい全国にあのチェーン店持ってる、とんでもないでかい中古車屋さんがあるわけ、はい、でランクル専門店、ラウンドクルーザー専門店と、あとハコスカと Z とか、あとはワーゲン専門店、もう個性的な、たくさん個性的な車、かっこいい車だけしかあのやってない中古車さんの、うん、そこで仕上げられて、まあ、聞いたらびっくりすると280万ぐらいで買ったとか話だったんだけど、それを仕入れたやつを、うん、あの5年ぐらい公務員の人でほとんど乗ってなくて、なんでなんか公務員で、あの通勤に使っちゃいけないとか、あるね、あるね、バスで来ないといけないとか、あの公務員の人で、あ、あるんだよね、あるある、あります。だから乗る理由がなくて、彼女もいないしとか、ね、で買ったまま綺麗に残ってて、でなおかつ沖縄にランクルの神様っていう人がいるわけさこれはメカドックっていう、あの浦添に の、 あ の、 のメガネトンネルのとこにある、知ってるんですか、メカドックさん、あの看板よく見るから、あ、でっかい工場で、ね、あれいつも行っても必ず5台ぐらいランクルが入ってるんですよ。もうランクル持ちはみんなメカドックに持っていくってぐらい、もうメカドックの白間さんというかして、僕はここ20年前アークダイブの時の専属工場だけ、めっちゃ仲いいよ白間さんとも。でこの人車自分だけでも10台ぐらい車持ってる人なんだけど、この人のところ、メカドックのシール剥がしてないのはそういう意味で、メカドックのシールが貼られてるのはメカドックってやってるってことは、ランクルがとっても好きな社長のところに毎年整備が入ってるわけよ。だから整備資料全部、あの車検所に全部こと細かに今までの整備記録が残ってるでしょ。素性がとんでもなく血統書がついてる車だけど、中古車って血統書ついてないじゃん。ラッキー、確かに超ラッキー。だフレックスの、日本最大のフレックスが仕上げたランクルが、沖縄のランクルの神のところでメンテナンスを受け続けてきた車を買って、それを自分が仕上げて、フルオール、窓ガラスも全部外して全部オールペンして、丸々1ヶ月かけて、で全部下回りも円蓋コートつけて、上もピッチング加工して、仕上げるのだけで100万くらいかけた。すげえ。だけど100万かけたから仕上げられるって話じゃないよ。それ頼める人がいないといけないじゃん。だいたいそういう人に頼むために入学金っていうのを払わないといけないわけさ。入学金？なんでかったら、そういう人たち職人だから、お金払えばやるとかじゃないわけよ。やりたいやりたくないが、なんでお前の車直さんといけんとか、もう好きな人のしかやらないわけよ。一流だから、一流の仕事持ってる人、例えば空手習ってて、一流だったらやる気ないと来ないでしょ。まあまあ小学生とかだったらわからないかもしれないけど、まあ例えばあの直接オリンピックのコーチに教えてくださいって言ったら、いやお前はどこまで今までどんなことやってるんだみたいな感じになるんでさ。まあうちの言うと、それに近いもので言うと、ジャグリング100回できないと仲間にならないみたいな。どうしたんですか。できない、できない。まあそういう感じで入学金払っていかないといけないから、上原さんの円蓋塗装しただけで5万円かかるわけさ。
だけどこれ業者卸だからまともにやったら10万ぐらいかかると思うんだけど、8万から、まあ、この5万円をやるために俺4台入れたからね、4台入れた1台だけ持ってきてやってとか、うんうん、そういう都合がいいお客さん付き合いたくないわけよ、はい、あなただから頼みたいっていう人、うん、もうだから入学金払って何台も持って行ってそこと付き合い入れて、自分は上原さん の, あのランクル塗る前にベッツもオールペンで塗ってあるからさ、要は1台先に自分のベンツで実験してある、あ、うん、どんなものかっていう、腕がいいからその後持っていった、うん、自分のは持ち物だからそこそこ変でも別にいいさ、うん、自分のものだから、うん、要は人体実験するでしょ、例えば、うん、美味しいかどうかを食べたこともないのに、うん、美味しいですって出す人いないでしょ、そうですね、だから自分が食べてみて美味しかったらみんなに美味しいよってやるために、うん、自分は自分の宝物であるベンツから実験入れたから、宝から行っちゃったんですね、なんでそのぐらいの覚悟を決めてから塗装させて、うん、それでうまい塗装、あ、こんだけ塗装できるんだったらいいよって言って次塗装させた、だから見たらびっくりするよ、20年前の車と思えないよ、へー、ね、20年前の車と思えないよね、今度見せてね、うん、見たい、多分走ってるだけで注目度すごいはずよ、それも派手じゃないよ、綺麗な赤アルルブルーっていう、あのフェイスブックのスタブル、うん、あの青いの綺麗よな、れね、あ、そうなのそう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 それを買って、なるほどなるほど、でそれもコンポとかもこっちの一流の人、うーん、あの人はもともとサウンドなんとかとか大きいあのタイヤラッコとかとか10年ぐらい修行してる人だから、うん、その人が個人でやってる人のとこで、だ綺麗に入ってたでしょ、うん、行ったら話したらいい人だったでしょ、中村さん、あと中村さんって友達みたいだったね、早見さんのね、もしかして兄弟かな、友達ですって書いて、あ、まあそれはそうなんだけど、あの次ちょっと CM に行きますとかめっちゃ上等だよ、へえ。俺もう塗った瞬間に怖くて触れなかったもん、うん、ちょっと怖いよね、そのぐらい綺麗ではある、あのだからあの洗車機とか今絶対通さないでよって、もったいないから、うんうん、上原さんの目がキラキラしてる、最後なんでなんで来ない、なんで来ない、中村さんでした、あの、なんだった、バターじゃなくてなんだった、中村さん、バターじゃなくてなんだった、なんだった、バターじゃなくてなんだった、なんだったかな、なんですか、あの人に優しくするためのキーワードがあるわけよ、うん、バター犬上原、いつバター犬のようになるんだったから、なんかセブンアップじゃなくてジンジャーエール、あ、違う、レモネード、レモネード、レモネードいつき今レモネードいつきだから、今レモネードだから今ちょっと優しくなるかも、あ、やった、ならんよ、中村さん、中村さん、中村しんちゃん、レッスンみたいな、あれね、で今レモネード、それであの空手みたいね、だから空手やりたかったって話なんですよ、うん、あ、でもこの空手でさ、またちょっと思い出したんだけど、空手できるだけで世界旅行できるじゃん、そう、先輩たちは世界取ってきてるんですよ、で一緒にその練習するから、うん、で毎月必ず誰かしら外国の人が来るっていう環境でやってるし、で近くに、そうそうそう、登る、さっきの話なんだけど、このシュレードさんがどの子に出てるんですか、道場バーって言って夕方から飲み屋さん、道場バーあるじゃないですか、あの朝都の、そう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 、すっごいお客さんなんですよ、へー、酒飲むところ、道場バー、うん、道場バー、あ、道場の、あ、バーね、バー、うん、バー、へー、だけどあのアルファベットで DOJO バー、道場バーで、もう空手とかなんとか、道場、うん、そう、世界各国から、うん、道場って言ってるのかな、そうだって、まあそれは分かるんで、来るんだけど、もうほらこの人たちはまた中でいろんな流派を紹介してくれたりとかして、飲みにも来て、人脈もあれって、すっごいこの道場は儲かってるわけ、だからなんかのぼるが言ったさ、なんか伝説とか歴史っていうの、伝説歴史は強いよ、強いね、思った思った、自分は前の会社の時に俺たちは伝説を売るって10年言い続けてたんだけど、うん、やっぱり発祥とかではないから、うん、ダイビング、うん、所詮売り上げで伝説作っても要は塗り替えられる伝説だから歴史にはならないでしょ、あ、うん、どうやったら作れるんですか、重いじゃないですかね、重いか、重いと、あとはやっぱり、うん、そこには一見ビジネス
にはならないと思うようなところ、うんうんうん、無駄無駄とかやっぱり、うんうん、必要な無駄魂が揺れあの震えるようなところにしかないんじゃないですか伝説って、うん、へ音楽とかもそうじゃない、うん、売れるために歌ってて伝説になった人ってあんまりいないじゃないいないいないいない、ね、がむしゃらに好きだから売れる売れないは度外視してやってる、うん、それがすごいみたいになりますあ、うん、そう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 そんなと思う、うん、ディズニーランドが好きだから一人でディズニーランドよく行くんですよ、うん、そしたらなんか七夕の日とかにも一人で行ったりしたら伝説って言われましたその伝説は違うよお前バカかマジでいやレモネード好きレモネードバスなしレモネード強炭酸強炭酸しんちゃんのポイントオブビューは、うんわざとだったらすごいテクニックだよ、うん、自然だなナチュラル、うん、ナチュラルだね、うん、まあまあ次はあの誰にも言わんでようだから うつの話が止まったままなってるんだけどね、うん、うつはいつから起源なのかうつはまた CM ですか残り60秒ああもう次にうつの話もするんですけどうつはですね、うんとりあえず悪くないっす。すくみ行動だから、うんうん、一生すくんでろって感じだけどいやいやいや俺すくんでないから、まあ、とりあえず空手ね、だけど空手家見たくないよ読書してるよ、うんうん、でも耳はちゃんと聞いてます、うん、誰なんかメカルさんが空手やってたんですか関係ない旦那さん誰もじゃあ空手やっとけばよかったな、うん、バレエに進む予定だったのにうん、また空手はね一人でできるからね、うん、セルフでそれがいいんですよねじゃあ次にいきますあと10なんかごやっちあと10秒なんか言ってくださいまあ、次の番組もこのメンバーで喋るんですよねそうですよ、うん、はいあの次は笹原さん来てます何も言わんでよ